斉藤真は日本の政治学者。君党は文化勲章。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。名の真は魔の旧事態のため、新事態で斉藤誠とも表記される。東京大学法学部教授、国際キリスト教大学教授、国際キリスト教大学平和研究所所長などを歴任した。斉藤の次男として、 東京都に生まれる。アメリカ文学者の斎藤光は実刑。1927年、成城学園小学校入学。1937年に受選。同年、成城高等学校文科をつるい入学。1940年に同校を卒業。高木安坂に指示し、1942年、東京大学法学部政治学科卒業。 ハーバード大学留学等を経て1959年から東京大学法学部教授、1981年から国際キリスト教大学教授を歴任。その他に国際キリスト教大学平和研究所所長、アメリカ学会会長などを務めた。文科生に、井原らした古谷春など、多数いる。1989年12月から日本学士委員会員。 1997年文化功労者、2005年文化勲章受賞。日本キリスト教団所属のクリスチャンだった。2008年1月16日、慢性期間支援のため、東京都内の病院で死去。去年86、ありがとうございます。